冷やし飴冷やし飴は、爆が水飴を茹で溶き、生姜の絞り汁や、おろし生姜を加えた飴湯を冷やした飲料。製氷技術が発達する以前は、飴湯が主流で、夏場に初期払いとして飲まれていた。現在では、冷やし飴は主に、夏場、飴湯は主に冬場に飲用される。高山社のグルメ専門誌、大人の週末によると、冷やし飴の生まれた、正確な時期は、 はっきりしないとされている。ただし、幕末の大阪で観光されたガチョウ、花の下陰に雨湯の屋台が描かれていることを根拠に、少なくとも江戸時代末期には雨湯が存在していたと推測している。当時の大阪において雨湯は関東における甘酒のように夏バテ防止のドリンクとして親しまれていたとされており、明治時代に入って製氷技術が発展してからは、 雨湯を冷ました冷やし雨が登場した。また、大人の週末は、大正時代においては、関東や東海地区でも親しまれていたことを挙げており、太平洋戦争によって、多くの製造業者が廃業した結果、これらの地域では飲まれなくなったと分析しており、空襲被害が、比較的、少なかった、京都や奈良の業者が生き残ったため、関西では知られるようになったのだろうと結論付けている。 ありがとうございます。